サポンまたいっぱい見つけたので回していきたいと思います。まずはお座りぬいぐるみバッジ4つ、ね、あ、めっちゃ綺麗、はい、400円です。あ、好きそう。誰だ、こちらはプリンだ。プリン続いてグッズコレクション、クロミちゃん学生系トートバッグ欲しいな。こちらも400円だけど、あ、入んなかった、お金が1個落ちちゃった。マネオちゃんのマイカラーフィギュア、絶対300円。クロミちゃんっぽい。こちらのラバーマスコットも回してみます。セーラームーンコラボめちゃくちゃかわいい、絶対300円。とのコラボ商品、一緒の欲しいけど、あ、ブラックジャックのクロミもいいな。これ300円です。はい、ああ、ちょっとあっちを振りてシルバメロちゃんだよ、かわいい。ラストはお絵かきさんとサンリオキャラクターズのコラボ、1回400円。アニオでちょっと可愛いかな。あ、シナモンですかね。かわいい。サンリオキャラクターズベスト、ちょっとね大きいみたいだから見てみたいな。こちらは1回400円ですね。400円。誰だ、バッドバツ丸じゃん。さあ、誰が出るかな。1回300円。誰かな。トモコングリーンだ。カードキャプターさくらのスペシャルコラボマスコット2も回していこう。ラミちゃんが欲しいんだよね。400円。あ、100円落ちちゃった。はい、入れて、大丈夫そう。あー、なにこれ、キラちゃん誰かな。はい、ということで今回はこんな感じで回していきました。じゃあ早速開けていきましょう。サンリオコラボいっぱいありましたね。セーラームーンはヴィーナスかと思ったらマーズの方でした。レイちゃんね。クロミちゃんとコラボしてたのか。これは上すぎる。お店ではオレンジに見えてたカプセルですけれども、真っ赤なカプセルでしたね。はい、ということで。はい、セーラーマーズとクロミちゃんのラバマス。かわいい。ハローキティ、セーラーチビチビムーンとコギミューン、エターナルセーラーマーキュリーとシナモロール、エターナルセーラーマーズとクロミ、エターナルセーラージュピターとマロンクリーム、エターナルセーラービーナスとポムポムプリンという感じですね。そっか、セーラームーンコスモスだからね。30周年らしいです、セーラームーン。あー、エターナルセーラームーンとかね、やっぱね、チビチビチビウサちゃんもうやっぱ気になるから、またねこれは見つけたら回したいと思います、ね、はい、みんなも気になったら手に入れてみてください。はい、続いてこちらは最後に回したやつかな。
さんのですね。はい。お絵かきさんとサンリオキャラクターズのコラボ商品マスコットフィギュア。今回はシナモロールでした。ポモポモプリン、クロミ、マイメロディ、シナモロール、ハンギョドンもラインナップでしたね。はい、もう完全にボディはいつものシナモロールなんですけれども、振り向いたら、あれなんかいつもと違うみたいな感じになってます。ほっぺの位置まではなんかいつものシナモンと変わらない感じがするんですよね。かわいい。結構重めでマットな素材で、なんかね、手触りがしっとりしてて、とってもいいと思います。はい。じゃあ、バットバツマルも見よう。シュリンク。こういうのは結構、開けづらいけど、みんなどうしてますか？はい。手痛めないように、私は切っちゃったけど、気をつけてね。はい。この顔の中に、体パーツが入ってまーす。体のパーツが結構重めでしっかりしてます。あとはもうこの部分を挟み込んで、カプセルを閉じる。おー、いいね。え、これ結構な大きさなんだけど。え、ずっしりしてていい。ちょっと、顔の角度を変えるぐらいだったら違和感ない感じなので、ね。ゲットした個数によって、表情というかね、顔の角度を変えて並べてみてもいいかもしれない。え、可愛いし、大きいし、結構満足度高いね。存在感強め。はい、ラバマスもう一個開けていきまーす。はい、こちらは、あー、これは、あれですね。アチョンプリケの、ブラックジャックコラボ、ピノコちゃんコラボのやつ。どれも可愛いラインナップでした。このね、ブラックジャックのクロミちゃんも気になってたけど、ピノコちゃんとね、クロミの、これも、こっちもいいな。この下のやつがちょっと特別感ありますね、やっぱり。まあ、上は上で可愛いんですけど。今回はこのチェーンのところがピンクのキラキラで、これも結構いいなぁと思いました。はい。今回は、あ、これもいいね。ちゃんと出てるのが、いつものあれじゃなくって、マイメロちゃんの形になってるのがいいです。キュッとね、顔を縮めたようなポーズ、アチョンプリケしてまーす。いやぁ、いろんなのが出て面白いね。あ、サウナはポムポムプリンでした。いろんな、ね、サウナシリーズ、サンリオで出てますけれども、こちらのはちょっと台座がないタイプになってます。ただね、いろんな、本当に、キャラ湯っぽい感じでも出てたりするので、ちょっとこのシリーズは、これからもね、追っかけていきたいかなと思ってます。ある程度数がもともったら一緒に並べたいんですよね。はい、この後ろ姿はシナモロール。これは、あれかな？カードキャプター桜かなんかかな？はい。シナモロールでした。え、これちょっと、服がキラキラ。あ、ただの白じゃなかった。シナモロールが着てるお洋服だから余計にこのキラキラ具合、ちょっとパール入った感じ、わかるんじゃないでしょうか。はい。シナモロールの白に服のこの白なので余計にこのラメ感というかパール感が伝わるんじゃないでしょうか。え、可愛くない？めちゃくちゃ可愛いんですけど。ウィンクしてるし。はい、とってもいいです。やったね。
カードキャプターさくらとサンリオのコラボのって本当にめちゃくちゃ可愛くて、今回のさくらちゃんはこのねシナモンが着てるのと同じ感じのお洋服を着てます。はい、その他にケロちゃん、ポンポンプリン、クロミがいますね。ということで、こちらも手に取ってみてください。これおすすめ。さくらちゃん欲しいなぁ。ちょっとね、お揃いのお洋服の。あと、クロミちゃんもね、いいしね。いや、うん。まあ、これもどれが出てもいい感じ。2023年秋頃、スペシャルラバーマスコットが登場と書かれてるので、ちょっとこれも見つけたら回していきたいと思います。かわいいね。クランプ作品も好きでよく見ているというか見ていたというか、なので本当に可愛い、可愛いな。はい、こちらはあとは松丸だ。あ、重ねやすい形になってるんですね。あさん、集めて重ねてライトマスコット、全6種のラインナップはハンギョドン、ケロケロケロッピ、タキシードサム、バット、バツマル、ポチャコ、アヒルのペックルとなってました。バット、バツマルだから黒かなと思ったら紫なのは個人的にはかなり嬉しい。あ、しかも結構光るし、上のところにライトあるけれども結構外側も光る。でもこれがまだらなのはなんでだろう。あれかな、塗装の薄さがちょっとリアルに出てくる感じなのかな。まあでもいいんじゃない。ちょっとあのバットバツマルブースね、増えてきたら作って、そこの真ん中にこれを置いとくとかでもいいかもしれない。重ねても安定しますね。ちゃんと綺麗な形でこう穴が開いてていいんじゃない？いい。本当にいい。できればライトマスコットも別な種類欲しいですね。あ、はい、そしてこちらは気になったやつ。お座りぬいぐるみバッジというシリーズが出ました。第1弾のラインナップはハローキティ、ポムポムプリン、ハンギョドン、ポチャッコです。お座りぬいぐるみバッジっていうのが、普段こう置いとくときにお座りできるバッジっていう意味なのか、ただの座ったポージングに見える、縫い場なのかっていうところが気になったんですけど、どっちかっていうと後者の方で、座ってるポージングをしてる縫い場です。下の部分が平らじゃないので、このまま座らせるのはちょっと難しいかな。なんかにね、よっかかりながらとかだと全然大丈夫なんですが、はい。後ろにバッチついてるタイプがそもそも少ないので、これはありがたいですね。こうコレクションしていくとき。ね、結構、この、ピンの部分、バッチの部分が重宝します。はい。ポムポムプリンが出てくれました。かわいいね。耳のとことかはこんな感じ。薄め。え、これ普通にお座りもできる、もうちょい立体な感じ、こういう感じのやつも欲しいかな。まあ、ちょっと潰せば意外とこれでもできるのか。下を平らにしてこのままでもこう座らせれるシリーズ。あ、これいいね。ちょっと下潰せばいけるっぽい。こんな感じにしたかったので。はい。次は下の部分もちょっとでいいのでね、土台作ってもらえると嬉しいかなと思います。はい、続いて。これはクロミちゃんっぽいね。あ、バッグとかそんな感じのラインナップのやつかな。今回は、四角いポーチ。あ、これかわいい。え、うるうるお顔がめっちゃかわいいんですけど、ちょっと涙目。はい、いいですね。このポーチのシリーズ、ほんとチャックも中身もしっかりしてて、今回も、こう、ね、期待を裏切らず、すごいしっかりした、レザー感。厚めでとってもいいです。これはね、へたらなくてほんといい。あ、今回はトートバッグ一種、アクリル
チャーム2種、ポーチ2種というラインナップだったらしいです。あ、じゃあ意外と当たりだった？まあ、どれ出ても可愛いけどね。トートバッグはもうちょっと薄めな生地だと予想できるので、個人的には私、当たりだなぁ。でもこれも可愛いね。はい。こういうグッズコレクションシリーズ、どんどん発売されると思うので、また見つけたらやってみたいと思います。はい、ラスト、これは何だったんでしょう。なんだなんだ。これは？あ、クロミちゃん！あ、はい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 。マーメロちゃんとクロミちゃんのラインナップになってるやつだ。今回は？あ、お花持ってる！クロミちゃん！かわいい！しかもリボンもついてる。私の中でちょっとリボンとかついてるクロミちゃんってめちゃくちゃレアなイメージなので、これは嬉しいです。いやー、かわいい！あの、素材感としてはお絵かきさんのあのシナモロールに似ている感じ、ちょっと陶器っぽい感じの重さがあります。しっかりしててね。今回のこちらのラインナップはいちごレッドのマイメロディーと桜ピンクのマイメロディー、スイートピンクのマイメロディー、そしてくるみちゃんがチェリーレッドとローズピンクがあります。マイカラーフィギュアっていうシリーズですね。はい、こちらもね、絶対他のも出てくるのでまた探してやってみたいと思います。今後展開予定ってちゃんとね、書いてるしね。これは楽しみ！すごい可愛いです。はい、ということで、今回は10種類のサンリオキャラクターのガシャポンを回してきました。またね、新しい商品見つけたら、どんどんゲットしてくるので、楽しみにしていてください。みんなもこんな新商品あったよっていう情報がありましたらコメント欄で教えてください。探しに行きたいと思います。では次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。